皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマは、綺麗なフォームでフォア打ちを覚える3つのポイントについてやっていこうかなと思います。で、今回の対象者は、初心者、中級者の方対象で、フォア打ちの素振りが、できるようになったらぜひ挑戦してください。で、中級者の方は、綺麗なフォームをちゃんと覚えているかっていうことを、これで確認してみてください。で、今回この綺麗なフォームでフォア打ちを覚えるっていうのは、一言で言いますと、体を使えるようになるフォア打ちっていうことです。よく大会とかで強い選手見かけると思います。上手いなと思った選手は大体皆さん綺麗なフォームをしているとか、球が速いとか、そういうのが要素であると思います。なので、私の中でもやっぱり全国各地回ってて、綺麗なフォームをフォア打ちでしている人は、強い人っていう、もう断言できる形です。なので、強くなる近道としては綺麗なフォア打ちを覚えるっていうことになります。なのでぜひ今回綺麗なフォア打ちをマスターしてみてください。では今度3つのポイントでやっていこうかなと思います。で、1つ目のポイントですね。1つ目は実際今ここで1人で玉突きをして、フォア打ちをしてください。で、この時にフォア打ちのよくある展開としては、やっぱり腕で振ってしまう方が多いですね。で、手と腕でこう運ぶ、これはフォア打ちなんですけど、でもこうやって手で運ぶよりもおすすめのやり方があります。それは相手コートに体を使って運ぶっていうことを意識してください。どういうことかと言いますと、ラケットは動かさないです。全くここで置いといてください。体の横です。で、置いといて、で、あとはこの体の ひねりをグッと入れると、勝手にラケットが置いといても、こうやってひねりで勝手にラケットがこうフォア打ちを打つような感じの動きになります。で、これでそのまま押してあげる。こうすると体を使って打つという感覚を養うことができます。体を使って打つ、体を使って打つっていう状態ですね。本当にラケットを止めとく、振らないで体だけで回して、一緒にラケットをそのまま流れるように押してあげる形です。で、なぜ体で打つことが大事かと言いますと、体で打つことを覚えておけば、中学生の最初のうちはあんま変わらないんですけど、中3もしくは高校に入ってくると、やっぱ体にみんな筋力がついてきます。で、パワーついてきてくる中で、やっぱり体を使ってドライブ、体を使ってバックドライブ、体を使ってスマッシュっていう打法がやっぱり主力になってくるので、で、その時に体を使えなくてはいけないですよね。手打ちのフォアドライブよりかは体を使ってフォアドライブ、こっちの方が格段に威力も出るし安定もします。なので、ゆくゆくは将来的なことを考えると、体を使って打つことをこのフォア打ちの段階で覚えておくことができれば、将来的にグッと伸びる選手になりますね。その差ですね。手打ちで覚えている感覚だと、やっぱりパワーがみんなついてきた時にはパワー出せないっていう子になってしまうので、最初のうちに体を使って打つことを覚えるっていうのは、伸びるか伸びないかの差になってきます。2つ目のポイントは、今度は実際対人でフォア打ちをやってもらって、その時に足を使って飛ばすっていうことをやってください。フォア打ち打つ、ラケットは振らない状態で体をやります。で、この時に足の右足に溜めて左足の前に持っていくっていう動作を一緒に混ぜてください。そうするとどうなるかと言いますと、右足で溜めて、で、その時に体入ります。で、左足の前っていう、こういう動きですね。ラケットは振らないです。置いとくだけです。で、こう、もうこうするとリズムよくできます。タン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 っていう、こう卓球って結構リズム大事なんですけど、上手い選手はやっぱりこのリズムがすごく綺麗です。タンタンタン、一定のリズムでフォア打ちとか続けれるんで、そういう風にするには、こう手打ちだとこうやって毎回当たる場所とか球の勢いが変わってしまうので、リズムよくタン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 とはできないです。だけど、こう体を使って足も一緒にこう右足から左足の前にこう持っていくっていう動作をこうやってやっていくと、リズムよく柔らかいフォア打ちですね。で、コンパクトなフォア打ちっていうのも覚えれるんで、ぜひこの足を使うっていうのをやってみてください。今度は3つ目の手順ですね。3つ目は、
足を微調整して打つっていうことを意識してください。でこれはどういうことかと言いますと、やっぱりフォア打ちをこう続けている段階で必ずここに来るっていうわけでもないですよね。ミドルに来る時もあればフォアに来る時もあります。でその時に体を使ってフォア打ちを打ててたとしても真ん中に来た時に詰まる、でフォア側に来た時も手を伸ばすっていう、こういう癖で打ってしまうと、これは楽に見えるんですけど、フォア打ちしてる時は。でもこういう状態ってすごい安定しないですよね。こういう伸びてる状態とか、やっぱ体から遠い位置では強く打ったりもできないし、あの回転もかけにくい状態ですね。なのであのできるだけこうコース変わってきたことに対しては一球ずつ微調整して、そのままで動いて打つ、そのままで動いて打つっていうことを心がけてください。でやっぱり皆さんストライクゾーンっていうのあると思います。あの実際私も今一番打ちやすいところって どこですかって聞かれると、体のちょっと右前ぐらいですね、ここら辺ですねが一番安定するし威力も出せる位置ですね。なのでフォア打ちするときも常にこの位置に捉えられる、意識することが大事です。なので皆さんもここにフォアにこっち来たときもこうやるとストライクゾーンから外れてしまいます。なので右足を出して微調整して近づいて自分の打ちやすいところで、真ん中来た時も微調整して左足で左足を引いて、で動かして打ちやすいところ、打ちやすいところ、打ちやすいところ、打ちやすいところっていう風に常にちょっとこう微調整を足でちょっとずつ動かすっていうことをやると、さらにあの綺麗なフォームで、常にフォームがフォア打ちのフォームが崩れないんですよね。こうやって崩れたりしないので、綺麗なフォア打ちでしかも安定して返せる、まあ、強い選手の特徴であるフォア打ちを覚えれる形になります。ぜひ皆さん、まあ、技術を体なんかドライブとかスマッシュを将来的に覚えて、もうどんどん強くなりたい方とか、今後大きく伸びてやるんだっていう意識を持っている方は、もう必ずこのフォア打ち、体で打つフォア打ちっていうのを絶対覚えてください。そうするとそこからの伸び方って全然変わってきます。では一つ目の手順は、こう台で玉突きしてフォアです。でこの時に腕は振らないことを意識してもらって、体で運ぶっていうことを意識してください。はい、二つ目の手順は今度は対陣でフォア打ちをしてもらって、でその時に、まあ、体で打つっていうのと、あとは足で溜めて打つっていうのを同時にやってください。手順3つ目は、今度は対陣で同じく今度は微調整しながら一球一球打ちやすいところ、自分のストライクゾーンで常に取られるフォア打ちをしてください。できるようになると、まあ、すごい綺麗なフォア打ちっていうのができるようになるので、まあ、今後大きく伸びるか伸びないかの差になってくるポイントでもあると思います。ぜひ試してみてください。